はようございます。作家の内田です。朝の5時半です。西麻布の交差点になります。ここでディレクターの林さんと待ち合わせをしているんですが、おはようございます。早起きですね。早起きですね。今日はこれからどちらに？今日は長野県に行くんですけど、今ナビに入れたら4時間強かかると。とりあえず行きましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これなんで今日はわざわざ長野に行こうと？今日はですね、ご当地パン長野に牛乳パンというのがあると、はい、まあ、ミルクパンとも呼ばれてるらしいんですけど、はい、それをあの秋元さんがご所望だということで、はい、まあちょっと一生懸命一回長野まで行ってみようかと。噂によると類似品がアンテナショップで買えるっていう話も聞いていますが、あえて今回は元祖牛乳パンを発売したという亀丸さんというですね、長野のパン屋さんに向かっております。はい、これしかも今日この後収録がありますけど、はい、予定で言うともうかなりカツカツで収録に間に合わない可能性もあるぐらいの旅です。はい、じゃあちょっと秋元さんが喜んでくれると信じて。そうですね、向かいましょう。いい味出してますね。出してますね。これ何駅だ？磯福島駅。あ、そうですね。磯福島駅って書いてある。あ、なるほどね。宿場町な感じですか、ね、ありますね。昔ながらのこう木造のお店が並んで。どっちなるかな。どっちかな。あ、これあったあったあった、金丸。あった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 。ちょっとじゃあ一回通り過ぎて車を止められるところを探しましょうか。はい、ついに来ましたね。来ましたね。ここですね、金丸パンケーキ専門。あ、ありますよ。じゃあごめんください。あ、すいません。あの林と申しますが。どうも、鮮やかな表情が出て。お邪魔してしまいました、本当に。どうもご苦労様です。すごい、これが牛乳パンなんですね。そうですね。これがオーソドックスな。そうですね、それが牛乳パンです。すいません、仕事しながら。いやいやいや、すいませんね、ちょうど営業開始の時間帯。そう。いやいや、この牛乳パンっていうのが、うん、この金丸さんが発祥だと伺ったんですか？そうですね、まあ、いろいろ説はあるんですけども、まあ、うちの親父たちが、はい、もう65年ぐらい前にから、うんうん、この地域だけなんですか？長野県だけですね。まあ、こういう地方紙とかそういうのもあるんですけども、こう大体みんなこれみんな会社違うんですけども、でもただ似たようなこういうパッケージでっていうことで、男の子のパッケージっていうのはなんか他の会社さんもそうですけど、なんか由来はあるんですか？いや、結局これね、うちのお袋が描いたってことで。あ、そうなんですね。モデルがこれがこれで、やっぱりじゃあおばさんがモデルなんですか？こういうちっちゃいところ。あー、本当だ、すごい。3歳のところの写真があってってことで、まあ、今もう90いくつでちょっと施設でお世話になってるんですけども、ね、うん、まあそのお袋が書いたってことで、いかがですかご自身の。いや、照れますよね。いや、でも本当5、6年前はみんな全然当たり前に長野県の人が食べてましたからね。そうなんですね。じゃあ結構そのこの牛乳パンを求めに地方、長野県外からのお客さんがいらっしゃったりとか、ますね。ここら辺は中京圏ですので、はい、名古屋とか、あっちの方から。これ東京でも買えるんですか？前は多分ね、他のパンはあのアンテナショップで出てると思うんですけども、ね、うん、銀座の。うちも去年までは出してたんですけど、ちょっと諸事情がありまして。あ、じゃあ今、パネマルさんのパンはここでしか買えない。あ、なるほど。名前切ってるみたいな。いやいやいや。
これやっぱりあれですか、そのパッケージ、お母様の愛情みたいなものを感じたりします？今思えばね、もう96で、はい、ちょっとボケも始まってるし、まあ元気な頃はしょっちゅう喧嘩ばっかりしてたんですけどね。こういきさつってのはよく本人もあんまり言わないんですけど、yeah。